プロ野球南郷春季キャンプ中の埼玉西武ライオンズの選手たちに園児たちからバレンタインのチョコレートの詰め合わせ約50袋がプレゼント。高木選手、斉藤選手、私たちのハートにストライクを投げてください。いいバレンタイン。ありがとう。早出組の練習が終わり、代表で受け取った高木隼人投手と斉藤博正投手。チョコレートいっぱいありがとうございます。僕は、今29歳です。そのハートにストライクを投げてくれてありがとうございます。みんなのハートにストライクを投げれるようにいっぱい練習して頑張ります。ありがとう。こんなにたくさんのチョコレートありがとうございます。ハートに、ハートの真ん中にちゃんとストライクを投げれるように、これからも練習を頑張っていきたいと思います。チョコレートたくさん本当にありがとうございました。選手にチョコを食べさせる女の子。はい、ありがとうございました。いっぱいヒット打ってほしいです。プレッシャーしてほしいです。選手たちのエネルギーの呼吸となりそうなチョコレート。西武の日南キャンプは2月18日まで南郷スタジアムで行われます。